ではニュース1本目に参りましょう。はい、大谷翔平選手です。これは大谷選手のことが出てきたんですけど、はい、佐野さん、これもあの規定投球回数と規定打席に同時達するってこれもすごいですね。まあ、そうですね、史上初ですよね。大リーグ、そうですよね、これ史上初、大リーグでいないらしいですね、今までね。でベーブ・ルースもやらなかった。ただ、うん、私がものすごく気になっているのが、 NHK までがですね、あの大谷のニュースを言うときにベーブ・ルースのことを野球の神様って言いますよね誰が野球の神様なんて言ったのかってもう言いたくなるぐらい、もうあらゆる局で誰か、あの野球の神様ベーブ・ルースって言ってます。あれはなんとかならんもんですからね、佐野さんいや、あのベーブっていうのがね、まあ、本当はまあジョージ・ハーマンっていう名前なんですけどね。そうですね、赤ん坊みたいな顔してるからベーブっていうね、可愛い顔してっていう、まあ、いわゆるアイドルに近いような人なんですよね。そうですね、だからそういう意味で、まあ、もっとそばにいる人なんですよ。あ、大統領より有名な男って言われたのがベーブ・ルースですから。そうですね、あの当時あれ、あのフーバーですかね、フーバー大統領よりも年俸が上になったっていうので有名になったことがありましたね、はい、まあ神様は八百万の神ならいいんですかね。まあいいんじゃないですか、好きな神様もいますしなるほど、ね、神様はいらっしゃいますから。なるほどね、うん、まあ、あのキリスト教 の、 あの絶対神ではないということにしておきましょう。笠川さん、何かご意見ございますでしょうか特に意見はないですけどあえて言えばやっぱり大谷選手のことがやっぱり話題になりますよね。そうですね、どうしてもね。これなんでなのかなって思うと、やっぱり日本人だからっていうのがあって、やっぱ日本人からそういう立派な人が出てるってことに対するそういう感情、はい、っていうのはあるんじゃないかなと。ありますね。やっぱそれってあのオリンピックからやっぱその何、あのネーションが消えないっていう部分が結びついていて、まあ単純に否定 できるものでもないし、うん、まあ、あの常にあのそれに批判的な玉木さんも話してくると大喜びで話されるっていうのが、まあ一つ面白い。いや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 、あのちょっと違うなというところがありまして、やっぱり大谷選手は個人ですからね、やっぱり個人に対するその称賛っていうのはもう全然違うと思うんですよね。あのただ日本人だからっていうところは確かにあるとは思いますけれども、あのゴミを拾う姿とか、あの、ピーナッツの種をコップの中に返す、仕草とかですね、もう何もかもがもうあの素晴らしいという話を去年の暮れに、大谷英子さんとしたことがありましたです、それも含めての日本人の美徳。そうですねやっぱりそこに帰っちゃったか、はい、それでは2本目のニュースいそういう意味で言うと、やっぱベーブ・ルースに匹敵するんですか、そういうベーブ・ルースアイドル的な。ベーブ・ルースはやんちゃ坊主、やんちゃ坊主ですからね。そうですよね、自分をマネジメントできないやつがなんでマネージャーになれるんだって言われた人ですからね。ですから、まあ、あの、まあ面白いと思います。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオペエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。